こんにちは、しんのじチャンネル、しんです。日暮れまであと1時間、ようやくですね、気温の方も30度を切りまして、このモンスター1ヶ月半ぶりぐらいでしょうかね、もうほとんど乗ってなかったな。何しろ、まあその1ヶ月半のうち、まあ、前半の方はまあ天候が悪くて、そして後半、今度は気温の方がね、あまりにも暑くて、もう今年はあれですね、例年に増してですね、暑い、全国的に非常に暑い1年夏になってますよね。まあそういうのもありまして、今日もね、夕方の4時ぐらいでもここの七尾市の気温の方が 33.5 度とか 33.8 度とかということで、まあ気温がなかなか夕方でも下がらないんですよね。そういうのもありまして、ずっとこう30度切るかなみたいな感じで待ってたんですけれども、一向に切らない。で、まあ、5時進んでからようやく、30度ぐらいになったんですね。まだ切ってはないんですけれども、まあ、それでもかなり日が傾いてきましたので、相当気温の方がね、少しずつ下がってきたような感じです。風はすでにこの海沿いを走っているということもありまして、結構ね、涼しい風がバイクだと感じられる、ということは、まあ、モンスターにも優しいと、いうことだろうということで、ようやくね、こういう時間になって出てきたということで、今夕方もう日が沈む前、6時回ってるんですね。今日の日の入りは17時ということなの、19時ということなので、およそ1時間ほど、バイクに乗れそうなので、まあ能登島の方を走っていこうかなというふうに思います。でこの日中のこの今年の特に猛暑、全国的に猛暑続きの、この夏ですね、この石川県地方もそうなんですけれども、まあおそらく、この日射病なり、あるいは熱中症なりということで、バイクによる事故っていうのがね、ちょっと多いんですよね。で、まあ、こうやってバイクをね、走らせておりますと、まあ、一般的にほとんどのこういうような道っていうと、日が当たりませんので、常にこう直射日光が当たりっぱなしということなので、まあ、ぐんぐんとこう体力を奪われていくわけですよね。日陰で休む間がない、走ってる間は。そういうような感じでね、乗ってる時は風がね、生ぬるいにしても風が体に当たってるので、感覚的にはね、熱中症になってる感覚っていうのは乗ってる本人はね、ほとんどわからないと思うんですよね。まあ喉乾いたなとか、まあそういうようなぐらいじゃないかなと思うんですけど、まあ実際喉乾いたらもう遅いと言われてますよね。なので特にツーリングでこう、何人かでね、まとまって走ってたりすると、次の休憩ポイントをね、大体決めていたりして、そこまでずっとこうね、走っていく。まあ、今はインカムがありますから、まあ、ちょっと休みたいとかね、そういうのは昔に比べるとコンタクトは取りやすいとは思いますけれども、まあ、それでもやっぱり迷惑かけちゃいけない、遅れちゃいけないというようなことで、やっぱちょっと無理するケースっていうのもね、まあ、やっぱりあると思うんですよ。でそうなるとやっぱこう無意識のうちに自分ではね、まだいけるなぁなんて思ってたりしても、ある時ね、ふっとこう意識がね、遠のくなんてような感じで、
まあ、最悪の事態を招くと、こういうような、そんな感じみたいですね。で、まあ、私はね、そういうのもありますし、当然年齢的なところもありますので、自分の体力っていうのはね、自分自身が思っているよりもないというふうにね、そういうふうに意識して乗るようにしております。で、特に1時間ごとに休む、そんな感じですね。はい、久しぶりの能登島大橋です。いや、これ帰りはね、おそらく夕日がね、和倉温泉街を照らして美しく見えると思うんですけれども、こちらはまだ能登島の方に向かっていく方角になりますので、これから西日で照らされた能登島というのをご覧いただく形になるんですけれども、いや、いいですよね。崖、これがオレンジ色に映えて、まあ、とてもいい色に映っていると思います。いや、美しい能登島です。まあ、そんなわけで、この特にその警察庁の方もね、ちょっと注意喚起してましたけれども、50代の方のね、事故が多くなってますということで注意喚起がなされております。特にそのバイク事故、これが多いので、こまめな休憩、こまめな水分補給をということで、やはり四輪よりも、バイクの方での、中高年のね、熱中症による事故というのがね、多いみたいですので、まあ、十分注意していただきたいと思います。はい、まあ、そんな感じで、ちょっとね、私自身も再認識をするとともに、この夏、快適とは言えない中、ツーリングを楽しまれるときは十分注意をしていただければなということで、動画を1本作らせていただきました。ご視聴ありがとうございました。しんのじチャンネル、しんでした。バイバイ。